はい、どうもこんにちは、僕くんゲームでございます。ということで今回もね、動画の方やっていきたいと思うんですけど、今回はね、サムネにもある通り、このスペインのボックスドローのね、ガチャの画像がね、確か1週間ほど前ぐらいにね、ツイッターの方で、広告でついてるよみたいな感じで誰かがツイートしてたと思うんですけど、まあね、それをね、今回は、スペインボックスドローがね、来るんじゃないかということで、近々ね、まあフランスガチャが今回は来たんですけど、まあ近々来ると思うんでね、まあスペインで、代表でおすすめの当たり選手、ちょっと僕の方でピックアップしてるんで、そちら説明していきたいと思います。でね、そのサムネで使ってるあの画像はね、その、ツイートしていた方の、まあ許可ね、ちょっともらってね、この画像使っていいですかっていう感じで使わせていただきました。本当にね、ありがとうございます。はい、ということで、まあ、スペインガチャ、まあ、スペイン代表ってね、いろんな選手いるんですけど、まあ、今回フォワード、ミッドフィルダー、ディフェンス、GK で、説明していきたいと思います。ですね、そして、そのフォワードとか説明した後に各ポジションごとにね、ガチャを1回ずつね、引いていきたいと思います。なので計4回かな、フォワード、ミッドフィルダー、ディフェンス、GK ということで4回ガチャの方は引いていきたいと思うのでね、ぜひぜひ皆さんゆっくりお楽しみください。ということで、まずフォワードから、見ていきましょう。まあ、スペイン代表って意外とフォワードで有能な選手少ないんですけど、まあ、僕がね、個人的にやっぱりずっと言ってるんですけど、やはり、はい、もう見えてますね。もう見えてますよ。ここですよ。この辺にいますよ。ということで、モラタ選手ですね。もうこの選手はね、まあ、スペインって限らずも、多分全フォワードの中のスーパーサブでね、もう上位に君臨する選手ですね。なので、まあスペインのボックスドロー来たらね、絶対手に入れておきたい選手の一人ではありますよね。やっぱスピード瞬発が80超えてるのもあるし、プラスアルファやはりスーパーサブのこの能力が非常に強いんで、まあ、そこを売りの選手なんでね、まあ、スーパーサブ、今僕メルテンス持ってますけど、まあモラタもね、ゲットしていきたいです。はい、ということでガチャの方1回、フォワードはね、モラタ選手だけなんで、今回のおすすめのピックアップ、僕的にね、まあ1回ガチャ引いていきます。誰が来るかなって感じで、おっと銀ですね、安定のバカリなんか結構特徴的な名前ですけど、まあミッドフィルダー行きましょうか。はい、まあ、ミッドフィルダーで、まあまずはね、一番上にいるこの選手、イニエスタ。はい、この人だね、やはり、まあ、なんだろう、スペインのやっぱり中盤で大活躍できている選手ですし、まあ、バルセロナの、中盤でも大活躍で、やっぱりボールコントロール、ドリブルで90超えと、90付近で、やっぱりバルサのね、つなぎ役にもなってるんで、パスの、まあ、中盤ね、いないという方はぜひぜひゲットしておきたい選手なのでね、ぜひ、もうゲットしたらやっぱりスタメンとかで使う方も多いでしょうし、まあ、イニエスタはね、まあ、年齢結構重ねていくごとにね、まあ、どんどんその、まあ、キレもね、なんかそんな落ちてないというかね。はい、そういう選手ですね。はい、そして次はですね、シルバ選手でございます。はい、ということで、まあ、この選手も、まあ、中盤、まあ、でもオフェンシブミッドフィルダーちょっと攻撃的な位置で、まあ、ボールコントロール、ドリブル、グランダパス、85付近と。やっぱスペインの選手って足元がね、上手い選手多いから、まあ、パスサッカー好きな方とかね、絶対的に手に入れておきたいですね。やっぱ左足、左利きなんで、まあ、そこもね、まあ、センスを感じる一つの部分ではあるんですけど、まあ、マンチェスターシティ所属。いやー、欲しいね。シルバー僕持ってるんで、もし次のね、ボックスドローゲットしたら、あれですね。上限解放できますね。はい。ということで、次はね、セルヒオ・ブスケツ。この選手はもう、僕がね、スペインのボックスドロー来たら、絶対欲しい選手。やっぱバルセロナの心臓の役割もしてますし、まあ守備と攻撃、まあどちらもできる、まあつなぎの役目もできて、まあやっぱ潰し役かな、どちらかというと、やっぱりディフェンシブミッドフィルダー。まあやっぱり相手の縦パスをこうカットしたり、相手のね、一番気をつけなきゃいけない場所にね、すぐ察知していける能力。やっぱここがね、この人に備わってるんで、まあ、アンカーの位置でやっぱり優秀な選手、マティッチ、ブスケツみたいに言いますけど、やっぱブスケツは非常に優秀ですね、もう。はい。やっぱね、ここの位置がね、なかなかできる選手いなくて、で、やっぱこのパス能力も高くて、やっぱブスケツ選手はこのディフェンスエース、ボールダッシュかな。やっぱこの能力がね、やっぱ他の選手よりも高くて。
はい、でやっぱそこだね、強みは。ポジショニングがめちゃくちゃいいんで、ブスケツ欲しいな、ボックスドロー来たらもう絶対欲しい。もうブスケツしかいねえもん、アンカー。個人的に、コンディション安定度7で高いし、まあ、身長も高いですしね、はい、だからまあヘディングとかの競り合いでも強いし、でスキルもね、豊富なんでね、まあ、パス能力も持ってて、まあ、いろんなところで活躍できそうな選手ですけど、やっぱディフェンシブミッドフィルダーの選手がね、僕、モドリッチは一応ボランチで持ってるんですけど、やっぱり DMF がいないんでね。はい。ということで、お次はね、ちょっとキンボールの選手なんですけど、まあね、もう2018ではもう黒玉近いぐらいの能力になるんじゃないかって僕、個人的には思う選手ですね。まあ、やっぱり足元がある、イスコ。イスコですね。直行俺、イスコ選手ですね。はい。もうね、レアル・マドリードでは、なんかもう今、ジダンが、なんだろ、自由にやってくれみたいな、イスコ。で、すごい自由にプレイして、もうなんか、開放感。で、すごいいいプレイばっかしてるんで、まあ、スペイン代表でガチャにも入ってますし、まあ、2018に向けて獲得しておきたい選手の一人ですね。2018で選手のね、アップデートとかはどうなるのかちょっとわかんないですけど、まあ別にまた出てくるかもしれないですけど、まあイスコは、まあ個人的には欲しい選手の一人ですね。まあスペイン代表でピックアップ、今回させていただきました。はい。ということで、ミッドフィルダーのガチャ引いていきたいと思います、する。ということで、まあ金とか来てくんねえかな、あわよくば。あわよくばね。あわよくば来てくんねえかな。誰が出るかな？誰が出る？おー、金来た！あざっす。ゴナロン。PS4 で持ってたー。はい、僕 PS4 のマイクラブでゴナロン昔当てましたね。DMF。まあ、ボランチのアンカー的な位置かな。まあ、ブスケツとポジションは一緒ですけど、まあ、こうやって見るとブスケツの能力高いなー。改めてブスケツを欲しいと感じた、今、この時って感じですね。はい。ということで、お次はディフェンス行きたいと思います。まあ、スペインの、まあ、個人的にですけど、一番優秀なところかな、ここは。やっぱ、スペイン代表のセンターバック、セルヒオ・ラモス選手。はい。僕は個人的には、ブスケツ選手とラモス選手ね、この二人が、スペインガチャだったら欲しいですね。やっぱりね、まあ、身長183と、まあ、センターバックの中ではね、そんな高くない方なんですけど、やっぱりこのサイドバックできるのが強みなんですよね。センターバックとサイドバックできる人ってなかなか少ないから、まあ、そこでね、やっぱりサイドバックこうやってできて、まあね、ディフェンスの能力も高いですし、ボールダッシュがね、やっぱなんといっても高いんで、まあ、そこでヘディング能力とかも強いですし、まあ、使っていってほしいね。セルヒオ・ラモス選手いったらもう安定する安定する、サイドバックが。ジャンプが高いもんね、90だからね。で、コンディション安定度7。で、スキルもね、なぜかルーレット持ってるっていうね。そこすごいけどね、ルーレット持ちのセンターバックってあんまいないけど。PS4 にね、プジョルーレット持ってましたけど、そんくらいしかいないんじゃない？多分。はい、ということで、まあ、1人目がね、まあ、ディフェンスでスペインボックスドローで手に入れておきたい選手は、ラモス選手。まあ、スペインボックスドローがね、正直、いつ来るかはまだわかんないんですけど、まあ、広告で出てたということはね、絶対来るということなんでね。はい。そして、お次の選手ですね。サイドバック、ジョルディ・アルバ選手ですね。まあ、この選手は僕、よく PS4 の方では、まあ、持ってるんで使ってましたけど、やはりね、速い。足が速いんだ、異常に。で、やっぱ、サイドバックで攻撃的な位置をよく取る選手なので、まあ、左ウィングの連携とかうまく取ってね、スタミナもあって走れる選手なので、まあ、手に入れたらスタメンとかで使ってもいきたいですね。まあ、高さに少し心配ありますけど、まあ、攻撃的なやっぱサイドバックとして絶対活躍してくれるから欲しいね。欲しい。ジョルディアルバ。しかも黒玉ですしね。いやー、まあスペインいっぱいいるな、やっぱ。そう、こうやって見てみると、スペインの、ガチャって有能な選手結構多いんでね。まあ、ボックスドロー来たらやっぱ引いておきたいって感じかな、絶対。はい。そしてお次がね、まあ、バルセロナのセンターバックの象徴、ジェラール・ピケ選手。
やっぱこの身長がね、武器ですね。193センチ。こっから繰り出されるヘッドはね、大体のフォワードに競り勝てますね。センターバックで、パス能力も高いんですけど、やっぱりディフェンス、ヘディング、ボールダッシュ、ここがね、やっぱ魅力。結構削り屋というか、削れるんでね、相手の、ドリブルしちゃきた選手をカットする部分もね、すごい削る部分でもうまくやれますし、安定しますね、ピケールと結構。少しね、足が遅いっていうのはあるんですけどね、非常に優秀でございます。はい、ということで狙っておきたいね。ということで、ディフェンスはこんな感じかな。3選手、ピックアップで。はい、他にもいろいろいますけどね、いろんな選手。はい、ということで、今回、ディフェンスの方も回していきますよ。サクサクいきますよ。お、キン来た。誰？誰？ベディモ。ファイティングニモ的な？いや、全然違うな。ベディモ。サイドバックの選手か。なかなか左足でどんな能力だ？能力は普通です。ということでね。もう、ザ・平均っていう感じですね。もう500点満点中で言ったらね、250点取るぐらいのね。もう本当に平均じゃねえな、それは。普通って感じですね。はい、ということで最後、キーパーですね。スペイン代表のキーパーといったらこの人しかいないですね。デヘア選手。この人はね、やっぱデヘアは、キーパーでね、結構クルトワ、ブッフォン、ノイア、デヘアみたいな4選手結構強い選手いますけど、やはり、クルトワと並んでね、結構強い選手。身長も高いですし、やっぱりキーパー能力が尋常じゃなく高いんで。はい、この選手欲しいな。俺、キーパーは今僕持ってんのがブラボなんで、ブラボしかいないんで、黒玉選手は。そこしのげるようにね、しのぐというか、能力なんで、いやー、キーパーでやっぱデヘアとブッフォン持ってる人多いですからね。スペインのボックスドロー来たら、確実に手に入れておきたい一人。キーパーはしかも貴重なんでね、あんまりキーパーでガチャで当たることないんで。はい、ということでね、今回は、スペインのボックスドローの方ね。いつ来るかは本当分かりませんけども、スペインが来るかなと思ってたら、まさかのね、フランスが来たというね、事件が起きたんですけど、でも広告で出てたってことは、絶対来るはずなんでね、お先に、ちょっとね、事前に予習じゃないですけどね、スペインで、おすすめの選手を、今回説明させていただきました。ちょっと動画の方長くなりましたけど、最後ガチャの方でね、締めさせていただこうと思います。いやー、でも非常にね、説明してても楽しかったですね。すがすがしい気持ちになりましたね、スペインの。強い選手たくさんいますからね。はい、ということで、ベンツ的なね、GK。惜しかったな、今黒玉の横来たんですけどね。はい、ということでね、今回は、スペインのボックスドロー、事前にね、ちょっと、おすすめ選手説明してみたいみたいな感じの動画を撮らせていただきました。本当にね、ご視聴いただきありがとうございました。もしまだチャンネル登録してない方いたら、ぜひ左上のボックンの顔からよろしくお願いします。右側にもおすすめ動画載せてるんで、そちらもご覧ください。では皆さん、また会いましょう。さよなら、バイバイ。